パトリック・バロン・ノートンは、ベルギー王国の外交官。第13代駐日ベルギー大使。随筆家、能楽師でもある。ノートン家はベルギーで代々続く、貴族政治家の家系である。首相を務めた、ジャンバティスト・ノートンや、元外相のシャルル・フェルディナン・ノートンは親類にあたる。娘に小説家のアメリー・ノートンがいる。1957年、ルーバンカトリック大学で法学博士号を取得。1960年から2001年までベルギーの外交官を務めた。2004年、リュクサンブール州の州知事顧問に就任した。2020年3月18日、心臓発作のため死去。死去直後、当時欧州で広く流行していた新型コロナウイルス感染症が死因という誤った情報が一時伝えられた。1989年5月18日、駐日ベルギー大使として広島市を訪問した。外国高官関係者が同市を訪れたのはこれが初めてであった。ノートンはまた原爆ドーム保存募金に個人的に寄付した。ありがとうございます。